天智天皇、あ、そう、天智天皇の子供が水戸天皇 で、うん、でその水戸天皇で女子だ、そう、女子なんだけど、で中野江の王子と、あ、天智天皇と聖武天皇兄弟って言ったじゃん、うん、水戸天皇誰と結婚したと思う？中富、聖武天皇と結婚したんだよ。自分のおじさんと結婚したのだから私たちからすれば血はつながってないけど、うん、変態やな、まあ、昔はよくね、待って、まず聖武天皇と中野江の王子が、ああ、本当だ、やだやだやだ、今分かった人だ、だから中野江の王子ね、例えてしまった、承知より呼ばれたと思ったらこんな話題で無理だわ、できない、それはやだ、いや誰もしろとは言ってない、さすがに無理、今の令和の世の中でね、そんなことしろとは言ってない、年の差では無理、こっちビール、あ、どこ行った、ないぞ、おばちゃん、その味変わるの、バシン、めっちゃうまい、めっちゃうまいね、最近さ、一人でお風呂入るの怖いんだけど、めちゃめちゃゲジゲジいるかなって思っちゃってさ、大丈夫、いたら呼んで、うん、私がすぐ、次、あの椅子をめくって、それじゃない何、ゲジゲジ、うん、あ、それそれ、じゃあどうぞ、食べてみ、どの辺、ここ、あ、じゃあね、そう、こういう風に全部そう、一角全部そう、折れてなければ大丈夫、折れてなければ大丈夫、これ折れてない、じゃあ多分私ここいじったから、 こうだ、こうだ、大葉が入ってんの、これ大丈夫だよ、これが大葉ってこと、ちょっとこの折ってあるやつは大葉を入れたんだ、へー、私が食べたくて、んこれ大葉じゃない、入ってる、うん、折れてないもん、どれが折れてんの、この大化け物、うん、美味しく食べてたのに顔面グイッてていいですか、それはごめんなさい、何ですかこれ、そんなにびっくりすると、何も叱られる要素がないのにびっくりしたよ、ね、テンション下がるわ、うん、メイクついちゃう、萎えるわ、出してみないとわかんない、うん、うん、大バカおいしい、いや、お姉ってもいいね、焦げてるとこ好きなんだよ、わし、おいしいよね、ね、うん、え、大丈夫これ、正当のやつ、正常、正常、正当正当、正常、正常あ、正当、うん、うん、でも、大江戸の歌マジでハマるわ、あれはさ、未来になっていくほどさ、どんどん学ぶ量増えていってない、そうですよ、そりゃ、うん、ない、うん、だってお父さんたちは昭和までしか習ってないわけじゃん、私は平成ぐらいまで習ってるじゃん、多分ゴンチが中学生になる頃にはもう令和、え、教科書が新しくになるのっていつだっけな、そう考えるとさ、そう考えるとよ、そう考えるとね、うん、それ言い過ぎじゃん、そろそろちゃんと言うよ、よし、リアルな風景、なんか恥ずいってそのちょっと一回落ち着こうみたいな大丈夫、私大丈夫、一回冷静なの、私大丈夫みたいな、おいしいね、いやもうおいしく感じないよ、もうお前のせいだよ、そんな全部お父さんのせいじゃん、味がしなくなったとってもおいしいね、そんなこと言う彼氏キモい
なんかさ、とっても美味しいねとかいうセリフをさ、うん、なんかお話書いたりするときにさ、入れたりするけど、うん、そういうときはめっちゃうまいけどさ、うん、自然じゃないよね。不自然じゃない。だってとっても美味しいねって言わないじゃん。だからで普通さ、うまいとかじゃん。でもなんでさ、それをさ、とっても美味しいねってなっちゃうのかなっていう話。自然だったらなんかこうやって食べて、うん、うまいとか言うの。なんかこうやとっても美味しいねってなっちゃったらダメなんだよ。だからあなたたちが演技が未熟だからそういう風に不自然。ちょっとうざいな、それやめて。私がやれば、そういう臭いセリフでも自然に聞こえるわけ。さっきだいぶ嫌だったよ。さっきやった時だいぶ痛かったよ。うちらより全然ダメだよ。もう一回やってみようか。うわ、すっごく美味しそう。言わないから、もうそっからまず言わないじゃん。食べてみるね。いやいや、いいから。いただきます。早く食え。いい感じでしょ。とっても美味しいね。もう苦笑いしかできない。だから言ったじゃん、ね、最初に。レストランの最初に言ったじゃん。なんで痛いことわざわざするの。痛すぎても何も言えないよ、本当に。割と今のでキュンキュンしてる人もいると思うよ。うん。なんか気持ち悪いって思う人が絶対いるから。どこにキュンキュン要素があるんだよ。すっごい顔したね、今。逆にさ、キュンキュンメーターだだ下がりよ、もうマジ。マジ？うん。ギョンギョンメーター。ねえ、うまいこと言うな。親父とデート目線。うっ、どうぞ。君が作ったんだ。いただきます。あー、うるさいうるさい。キモい。ねえ、マジで。もうすでに。もう痛い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 。本当に。こっち見て食うな。ちょ、ちゃんなんかさ、なんでずっと私の目を見てさ、食うの。お前とデートみたいな。デートしてもさ、もぐもぐしてる時にさ、ずっと目見なくない。しかもお父さんのヨレヨレのシャツで食べられるのもなんか言われても。デーコなんかさ、下手なテレビ番組みたいになってる。いやね、つまみやめて。とっても美味しいね。うぇー。吐き気するんですよ。おいしいですね。耐久度が。で、こんなバカなことをやってる横で、おかかはもう一切、もう俺に拍手をね。インターバルか、お前。バスケのインターバルタイム。マジで。ポンちゃんはあれ、そこに入れるからさ、ペンをさ、ちょっと、ペンなんでもいいや。ちょっとこういうことさ、ヘルシーな感じに。ごめん、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 ごめん。フェルシーって言ったでしょ。フェルシー。な、ちょっと、超インディア。こんなにファルシーなんだ。そんなにでしょ。そんなに。ギプしながら言うな。え、ギプしながら言うな。え、ギプしながら言うな。バレた。こっそりやったんだけど、よくわかったね。なんかお父さんでバレバレなんだよ。こっそりを鳴らしたつもりかもしれないけど、大音量だからね、あれ。バレてるから。あれ、どうしても出てちゃうんだよ。閉めるんだよ。うん、ごめん。力入れて。肛門を。違う違う違う。肛門開かなあかんやん。いや、ダメだよ。使うために。閉めんだよ。使う。もうすかそうと思ってん。お父さんレベルになったらもうすかさなくていいから。いや、すかそうと思ってんや、わしは。それがすかしきれんと音が出ちゃうんや。言葉変えんのやめてくれますよ。徳島弁で喋って。餃子紙飲み込んだら、なんか飲み込んだらって言って、話聞いてました。話聞いてました。あなた、なんかな、わいが言うんはおならをすかしたいん。これを、これが漏れてまうけん、ブーって言うてまうで。こわけんバレてまうんだろ。それで喋られて笑っちゃう。バイリンガルだから、二カ国語を喋れる。徳島弁と標準語。国ではないよね。二カ国語。あんたら一カ国語でしょ。だってさ、下手に大阪弁とか喋ったらさ、絶対向こうの人イラつくじゃん。今から標準語ダメ縛りやる。
関西人か。いやだ、本当に嫌だ、叩かれるから。英語。英語、言う無理だって、私。英語嫌いなんだ。英語で言うと、じゃあ、本当にやばい。もうごめんなさい。ガチで英語嫌がるな、受験生。ガチで英語嫌だ。英語は嫌い。もう、でも、本当あと、あれなんでしょ、受験生なんでしょ、あんた知らないけど、私知らんけど知ってるよ。それは知っててほしい。知らんけどさ、普通に知らんけど言うな。知っててくれ。